皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオパーティージャンボリーパート3やっていきましょう。今回も前回に引き続き巨大花ちゃんとお菓子の森進めていくんですが、まずはミニゲームギリギリペンタローからですね。ギリギリで止まれるようにロープを離します。キノピオたちのお手本をよく見てタイミングを測りましょうと。なるほど、キノピオのお手本が大事なんですね。これどこで離すかは背景を見ればわかりやすそうだ。今3匹のペンギンがいる氷のちょっと前くらいで手前のキノピを離しましたよね。だからそのあたりでマリオが手を離せということなんでしょうか。こういうタイミングゲームって結構難しいよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一応練習だけしていいか。これで負けると大変なことになりますから。3匹ここじゃないよね。もう一個奥のこのあたりでしょ。あ、待って、今ロゼッタとピーチと大体被っちゃったな。タイミングがクッパジュニアが落ちてくれればいいんですけど、落ちないか。結構攻めなきゃダメですね。オッケー、わかりました。ふわ、ちょっと緊張するな。まずはお手本よく見ていきましょう。どっちが成功するかわかんねえんだよな、この時点だと。それもちょっとまずいんですけど、そろそろ離す。あ、一個だけポツンって浮いてたあたり、そこで青キノピオが離しましたね。で、結構ギリだな。ここまで攻めれればだいぶいいと思う。ということで、あの1個だけポツンとあるところ行きますよ。うわ、待て、後ろの背景ややこしいって。落ち着け。まだ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 全然まだ全然まだですよ。もうちょいいける、もうちょいいける。まだ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 、あの1個だけあるやつだから、ここ。いや、だいぶ攻めたけど、でも止まれると思う。マリオ止まれるっしょ。はい、ほか、あ、マリオ慌ててはおりますが、ギリギリすぎない？すごくないか。 2.49、 だいぶ攻めれたっしょ。ということで、あ、いつだってギリギリの条件を達成ありがとうございます。もうちょっとギリギリでまた称号があったりするんでしょうか。よくわかりませんでしたが、まあ勝てたら何でもいいでしょう。ということで、ちょっとミニゲーム無敗すぎるな。最後のボーナススターがミニゲーム一番勝った人だったらマリオがボーナススターもらえそうですね。でもこういう時に限ってね、赤いマスに一番止まった人とか全然関係ないやつになるんですよ。はい、まずはクッパジュニアから。土管2つあるから使いそうだけど使わないか。スターまでね、10以内じゃいけなかったからさ、こういう時は使うかなと思いましたが、ちょっと待て、このまま行かれるとテレサのとこじゃないか。あー、血統手袋買っていく。ピーチも買ってるんだよな。多分血統申し込まれるのはマリオなんだよ。あ、さっき買ったせいで、あれで、うわ、マリオから取る気か。スターは取れないね。大変です。テレサがコインを奪いに来ます。お連打して追い払ってください。行くぞ行くぞ行くぞ。ちょ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 、なマジでなるべく取られないようにしよう。早く、ちょ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 。いや、連打遅いのかな、私どうなんだろう。うわ、10コインか。これ最低でも10取られるとかじゃないの。うわ、わからん。まあまあまあ、いっか。43コインやったらまだスターは買えますからね。おっと、同じマスに止まったよ。ここは決闘でございます。同じマスに2人以上止まりました。かけるコインの数、おっと、え、43コインかけるの。え、では43コインずつ返して。クッパジュニア、ギャンブラーすぎるな。こいつ、MK さんのマックスまで取りやがった。ちょっとこれ絶対勝たなきゃ。86コインもらえるってこと、勝ったら。制限時間内にライバルよりも高く登りましょう。チョロボンに当たらないように注意と。あー、なるほどね。あ、めっちゃ簡単じゃん、これ。いや、でも、結構攻めた方がいいのかな、これ。当たるとちなみにどれぐらいロスするの？あー、こんなもんか。だとしたらガンガン攻めていいかもな。よし、わかりました。これは勝てると思う、正直。コンピューターには。いくよ。うわ、86コインかかってると思うとやばすぎるな。はい、321も、しょっぱなスタートダッシュ。落ち着け、落ち着け、落ち着けよ。はい、ここで。うわ、クッパジュニアも結構ギリギリ攻めてんな。いける。あー、最悪、当たった。待って待って待って、クッパジュニア待って、クッパジュニア待って。ちょ、これ負けたらほんとありえない。これ負けたらほんと大変なことになる。ね、クッパジュニア当たんねえの、こういうの。わ、でも、同じぐらい、同じぐらいではあるよ、今。オッケー、うわー、攻めすぎたか、攻めすぎたか、攻めすぎたか。いやいや、結局同じとこで止まってるから。結局同じとこで止まってるから。結局同じとこで止まってるから、これ。こう来て、いい、これ結局ね、押した方が。え、どっちどっちどっち、 MK さんだよね。MK さんだよね、今。ちょっとゴリ押し気味だったけど、マイナスはないでしょ、それで。上に上がりゃ何でもいいんでしょ。きたー、 100.69、 素晴らしい。いやいやいや、危なかった。向こうがね、結構なんか安定派だったからよかったわ。 MK さんゴリ押しタイプだから、昔から。勝負あり。86コインは全てマリオさんのものになりました。やったね。
いやありがとう、自らやられに来てくれて。そしてまあまあまあ6コインは普通にゲット。まあでもそれじゃあスターは買えませんからね。そしてピーチでございますが、ピーチが今29コインか。でもスターまでは、あ、10ぴったりで出せば、くっそ取られるか。まあまあまあしょうがないですね。ちょっとなんか使ってくんない？あ、無料か、それ。マリオやめてね、もう。絶対私から取るやん。まあまあまあ、一番勝ってるからしょうがないのか。ちょっとそれはロゼッタとかさ、お姫様同士でやっといてほしいんですけども。どれぐらい取られた ?16! そんな取られたの？なんで？結構連打してたと思うんですけど、スタンプやろう。だよ、これは。ほら。スタンプで A だって。しかも買ってるし、むむむ。むむむだよね、これ。あと何があるの？ひどい！ひどいよ！あとは？あとはそんなないか。今の気持ちを表現するのはひどい！ひどすぎる！しかも私から取ったさ、コイン使って買ったでしょ、今。ピーチさんおめでとうございます。だけどまあ、初めての1個か。これでスター持ってないのはクッパジュニアだけ。うわ、後ろだ！マジ？で、ロゼッタがね、一応金の土管を持ってるんですよ。なので、あの金の土管を使わせる前になんとか私が取りたいよね。ワンワンホイッスルで場所ずらすか。ただずらしたからってな、目の前に来るとは限んないんだけど、でもやるしかないよね。だって遠すぎるもん。ワンワンホイッスル。これでスターの場所を変えていきましょう。行くぞ。はい、ピーッと吹いて。どうだ？あ、ワンワンちっちゃ。もうちょっとでっかくなかったっけ、スーパースターズとかの時。あ、待って、結構近いかも、結構近いかも。いや、そうでもないか。そう、え、どこ、マリオ、待て待て待て、マリオどこ、いや全然だわ、思ったより。あー、やべえ、またピーチに取られる。これピーチの手助けしちゃったかも。もうでも回すしかないな、せっかくだから10とか出そう。 OKOK9 ぐらい進めたらいいや。たださ、ダブルサイコロなんだよね、ピーチが。それがしんどいわ。お、これは待てよ、これ結構重要だな。裏どうだ、え、あ、呪いサイコロ、これピーチに使えばさ、次1から3しか出せないけど、ただピーチの方がターンが先だ。あー、やばいな、次のターンピーチに取られそう。はい、そのね、石を消化すんのね。2コイン毎回手に入るから悪くないと思うけどな。まあ一応持ち物欄が圧迫されはするんでしょうけども、5、4、3、2、1で花ちゃんが動いていく。まああんま関係ないよね、今花ちゃんが動こうが。マリオの進む、お、怒った、花ちゃんがクッパマスと、え、全部赤いマスになるんだ。あ、花ちゃん怒ってる。前回は怒ってなかったのに、なんと巨大花ちゃんが怒ってしまい、ルートだけでなくマスも変わりましたと。へえ、怒ることもあるんだ。何回も起こしたら怒るんだろうな。え、ボーナスミニゲーム、なるほどね。待って、ピーチを倒したいからピーチは敵がいいな。 OK、 4人でミニゲーム、何でもいいですよ、 MK さん何でもうまいから。スペースフラッグレース、ほう、何ですかこれは。スペースフラッグ、おー、なんだこれ、球体のステージを走り回って旗にタッチ、一番多くの旗にタッチした人の勝ちですと。ジャンプとかは特にないのね。あ、スーパーマリオギャラクシーだ。オッケー、完璧でございます。こんなの絶対勝てるっしょ。いきます。お、本当にスーパーマリオギャラクシーだ。これ初めてだよね、これまでのミニゲームにはなかったよね。これ上に進んだ方がいいと思うんだ、基本的に見やすいから。で、ほい、ほいいよ、この辺めっちゃあるね。あ、この辺めっちゃあるね。ただね、みか、あ、そこ、そこ3つある、そこ3つある。来た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 、いいよ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 。めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいいよ。これ何？このスターは何？え？これ何？これ取られてるってことか。うーわ、もう、ちょ、先に言ってや。それロゼッタのマークだからわかんなかった今。ね、ロゼッタのマークだからさ、あのなんかギャラクシーのなんかだと思っちゃった。危ねえな、クッパジュニア。ちょ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 、あとどこ？あとどこ？残り 2？ 残り 2？ ないよ、どこにも。ピーチに負けたし、ロゼッタにも負けてる。むずくねえか、これ。運ゲーじゃん。下に進んだ方が良かったのかな。でも下だと見えなくないか。うわ、どうだったんだろう。まあまあまあ、負けてはしまいましたが、言うても、特に状況までは変わってないでしょう。ピーチはもともと20コイン以上持ってたしね。ここで、待てよ、ピーチにさ、行かれるとまずいな。あ、来た！ジャンボリフレンド！皆さん注目してください。ドンキーコングさんが来てくれました。うほほ、うほほほ、仲間になって一緒に冒険だって言ってるんですね。誰が訳したんだ？さあ、ドンキーコングさんが仲間になるとどんな良いことがあるのでしょう。サイコロを叩く前に、ランダムでどこかのマスに移動させてくれる、強くねえか？え？
ドンキ強すぎない？さらに仲間と一緒だといろんなことが2人分にスターだって一度に2つゲットできちゃいます。いいですね。絶対仲間にしたいね。ドンキーコングさんはラストターンまでいます。ぜひ会いに来て仲間にしてください。遠いな、誰も会いに行けないよその距離じゃそして待って、ピーチがまずい。マジでピーチ、いや、あ、けっと、まあな、ね、なんでそんな私にちょっかいかけてくんの、クッパジュニアは。いいって、普段さ、ニューマリシリーズとかで戦ってるじゃん。それで十分じゃないんですか？はい、決闘が始まります。コインか？うわー、まあまあまあ、かけれるマックス取るわな。15コインね。これでクッパが一文なしでございます。まあ、クッパジュニアがね、もう0-0だから、スターも0、コインも0。このまま私が決闘で勝って、もうクッパジュニアをゼロにしましょう。ということで今回はビンタマシン対決。なんだこれ、タイミングを読んで相手にビンタを当てましょう。ヒップドロップでビンタ、ジャンプでかわします。いて、相手がビンタをかわすと自分に当たりますと。なるほどね。もうこれゴリ押しだろ基本的に。いやでも、いやどうなんだろう、もうルールは分かったから、こっからは自分との戦い。いくよ、もうまず一発目は決めたいよね。おい、行くぞマリオ。うりゃナイス。いてえな、ちょ待って、クッパ、うわ待って、こいつやるな、お前こうやってこれかわしまくった方がいいんじゃないのか。だったらこれでさ、え、これずっとかわし続ければ勝てないか。だとしたら俺来いよ、俺来いよ、俺、え、これさ、かわし続ければ勝てるじゃん。俺、あ、でもうマジかお前。おい、やろ、ほら、いけ、来い、ほら、ほら、オッケー、オッケー、これかわし続ける戦術、おい、オッケー、いいよいいよいいよ、ほら攻めろ、ほらほら、俺攻めろ、あ、あ、間違え、待って、やばい、11だ、おりゃ、オッケー、あぶねえ、あぶねえ、これかわした方が絶対有利だよ。間に合うもん、反射神経で。よかった。攻略法をね、プレイ中に、編み出しました。皆さんもぜひ使ってください。ということで、はい、クッパジュニア一問なし、スターもゼロでコインもゼロ、サイコロしかございませんね、6。え、ま、関係ないよね。オッケーオッケー、スターは関係ないね。まあまあまあ、6コイン取られるぐらいなんてことはないでしょう。問題はここのピーチよ。これ、行かれるよな。あ、15? 待って、15? え、めちゃくちゃ近くなかった？あれ、近くない？もしかして。ぐるっと間に合ってないよ、スターは。12。え、その上って何？その上って行けないの？ぐるっと回んないといけないの？すぐ上だと思ってたんだけど。違うのかな？これで、あー、戻りなんだそれ。なるほどね。何を買った？ちなみに今ぴったりサイコロ次のターンで決めに来るよピーチは。マジかこいつ。あー、だよね、ピーチがやばい、大暴走してる。え、ってことはマリオも無理だなこのターンじゃ。上行けないってことでしょ。14か。あー、これさ、せめてピーチに呪いかけてさ、次のターンで私が決めるしかないよね。よし、じゃあ呪いサイコロをピーチにかけます。はい、これで次のターンぴったりサイコロを使おうが3までしか出せないってこと。いや、どうなんだろう、ぴったりサイコロでなんか無効化できんのかな、あれって。まあよくわかりませんが、とりあえずここで10ぐらいは出したい。うらうら、5か。5だとさ、次9出さなきゃいけないよこれ。5はしんどいな。5はしんどい。あとはピーチがさ、なんかの間違いでさ、決闘手袋を私に使ってさ、全部のコイン取られてくんねえかな。それもあり。どうでしょう。あ、やべ、ロゼッタが使うか。あー、大事。おーっと、ステレスの石から入っていく。それ全部捨てないと金の土管使えないのかな。あ、そうかもしんない、もしかしたら。そういうルールなんかも。ということで、ロゼッタは2。まあ、全然関係ないですね。そっち行くんだ。あー、クッパマスだよ。怖いよ、クッパマス。何が起こるか。シャッフルでさ、場所シャッフルでさ、ピーチと私の場所入れ替えてくんねえか。それでもいいぞ。ガッハッハー、来た、ここはクッパマスだ。楽しい楽しいイベントを始めるぞ。なんだ、クッパ革命だけやめてね。あっぶね、あっぶね、あっぶね、ガッハッハー。それではスターをよこすのだ。オッケーオッケー。これでスターを持ってるのはロゼッタ以外、ロゼッタとクッパジュニア以外のピーチと私だけだ。楽しい時間だったな、また来るがいい。クッパ革命って何だったっけ。スーパーマリオパーティーにもあったよね、忘れちゃった。クッパ革命怖っ。やめて、あんまり引くの。多分私が不利になるわ、クッパ革命は。ということで、はい、ミニゲームの時間でございます。今回は何ですか。1対3のミニゲーム。あ、かわいそう、ロゼッタ今スター1個も持ってないのに。いいよ、雪合戦でも。急いで型抜きクッキー。これはあったな、これまで。でも型抜きあるよね。あれ、ちょっと思ってたのと違うな。なるべく多くのクッキーを型抜きしましょう。1人側は3つの型を使い分けます。3人側はそれぞれ1つの型を担当しますと。ほう、型を抜け、3人側、
なるほどね、なるほどなるほど、私の番になったら押せばいいんだ。あ、もうこんなん簡単じゃん。コンピューターにかかってるわ。私の形は自分の形だけ覚えて、あとはもう、てか一人側の方が有利じゃねえこれ。そんなことないか、言い過ぎ。はい、頑張れ頑張れ。まだ来ないよ私。いいよ、コンピューター早いよ、コンピューター早い。あ、いやいやいや、私めっちゃ早いじゃん。はいはいはい、おいおい、私めっちゃ早い、私めっちゃ早い、私が一番早いこの世の中で。はい、頑張れ。ちょ、遅い遅いあんたら。待って、もうちょっと私のターンあってもいいよ、もうちょっと私のターンあってもいい。ほら、でも私だけ少なくねえか、なんかねえ、なんかさ、はぶられてない？四角だけ少ないんだけど。確かに四角のクッキーって地味だよね。あの星とかキノコの方がいいよね。分からなくもないけど、でもはぶられてる、でもはぶられてるよ。四角だけ少ないもん。あ、ブロックだったんだ、かわいい。これ普通に商品化してほしい。よく見たらちゃんとそれぞれ違うな、ブロックの網目とか。ほらね、ちゃんと作られてますね。ということで、はい、クッパジュニア、ピーチ、マリオ、ウィーンと。なんかかわいそうだな、ロゼッタがね。クッパマスでさ、スターまで取られてさ、ミニゲームも一人になって負けてさ、かわいそうに。まあでもどうしてあげることもできないんだ私は。ということで、まあまあまあ今んとこまだ1位をキープ。問題はスターのマス。待て、クッパジュニアは近くないよな、17だから近くない。土管使わないね。こういう時使ってもいいと思うんだけど、なんで使わなかったんだろう今。わかりません。あ、てかあれか、20コイン持ってねえのか。そっかそっか、20コイン持ってなかったからどうしようもなかったのね。はい、ここでワープボックスってなんだろう。え、土管とは違うのかな。うわー、めっちゃ手に入れてるじゃんお金。ピーチさ、決闘してくんねえか私と。で、45コインかけてくれ。決闘して、決闘。うわ、それどうなんので、1から3しか出せないよ、呪いが。ぴったりサイコロ、もうじゃあ意味ない、じゃあ意味ないじゃん、呪いサイコロって何。じゃあ意味ない、もうピーチをスターまで行かせまいと使ってんのに、ぴったりサイコロで打ち消せるんだそれ。それ説明、それ書いといてよ、委員長、カメック運営委員長。ちょっと呪いサイコロかき消されたんだが、後ろの花ちゃんぐらい怒ってるから今私。後ろの花ちゃんといい勝負です今私の怒り方。うわー、遠いなー、遠いけど待って、花ちゃん使えばいけるか。いや、花ちゃん今場所おかしいよな。あー、またそこで一周ね。うわー、でもピーチもまた前にいるしな、これどうしよう。決闘手袋ったって、うわっ、ちょうど決闘になったな。手袋を使うまでもなく、同じマスに2人以上止まりました。ということで決闘が始まります。うわ、こいつひよってるわ。14コインじゃダメ、35コイン持ってこなきゃ。何14コインって、ひよっちゃダメよピーチ。一国の姫として、決闘を求めての条件を達成。別に求めてないよ、ずっとやられてるだけ、一方的に、さっきから。相手よりも早くプクプクを釣り上げます。浮きが沈んだ瞬間に、振り上げましょう。なるほどね。お、楽勝じゃん。楽勝楽勝。いけるわ。これはもう、あの、瞬発力ゲー、刹那の見切りね。MK さん、どんだけカービィで刹那の見切りやってきたと思ってんの？余裕よ。落ち着け。喋れなくなるから、こういうの。喋ってる時はね、なんか集中力が、あれなっちゃう。やっぱいいよ、キャブね、マジで危ねえ。喋ってると聞こないでくれ。ちょ、お姫様の頭に缶が当たってしまいましたが、すいませんね。ちょっと後で、あの、謝っておきますんで、うちのものが。ということで、危なかった、今の瞬発力負けるかと思った。なんとか決闘は勝利することができました。もう35コインかけてよ、ねえ。なんかひよってたな、ピーチ。ダメよ、そんなんじゃ。で、6コインもゲットと。まあまあまあ、どっちみちね、もらえるからね。したら、ここさ、待て、まあサイコロしかないんだけど、もうダブルサイコロ、これ、2だよ。最低でも2だよ、マリオ。1出したら、とんでもねえことになるよ。あー、ぶね、9いいね、9いいね。これ、ぴったりサイコロでいいな。買っていくにして、うわ、これさ、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。あのね、今9出したでしょ。マリオが今1、残り8ね。1,2,3,4,5,6,7,8 だから、ラッキーマス止まんのよ、このまままっすぐ行って。で、次のターン1,2,3,4,5,6,7,8,9 か、次も9か。いや、あのね、残り2ターンなんすよ。ここで金の土管買ってスターのところに行くか、それともぴったりサイコロ買ってスターのところに行くかの差になるんだけど、
これどっちも買えればさ、どっちかしか買えないよね。だとしたら安い方で行くしかねえか。じゃあぴったりサイコロだ。はい、ぴったりサイコロ買います。これ金の土管も買え、あーでもな、そっか、どっちみち次のターン1回しかアイテム使えないんだもんな。そっかそっか、 MK さんが勘違いしてました。ということで、はい、こっちに進む。とりあえずラッキーマスは確定ですね。あぶね、パックンフラワーのとこ止まるとこだった。で、あーだったらこれはコインがいいな。もう使いようがないから他のものはコインでいいよ。ダブルサイコロいらない。こういう時に限ってなぜかゲットしていく。うわっ、あ、一個やべえわ。ロゼッタが金の土管使ったら話変わってくる。話変わってくる、話変わってくる、それ話変わってくる。うわ、金の土管買っとけよかった。もうマジか、金の土管買っとけよかった。やらかした、やらかしましたね。大きくやらかしましたわ。これが負けにつながる可能性あるぞ。うわ、マジで金の土管だったか。上の方に行ってくんねえか。ワンチャン、ワンチャン次のスターの場所が変な場所だったらなんとかなる。どうだ、次のスターの場所次第ですけども、ロゼッタさんおめでとうございます。問題は次、誰もジャンボリー、あのフラワーじゃなくてジャンボリー、あっ、す、うわ、もう最悪、過ぎてるよマリオ、過ぎてる、過ぎてる、マリオ過ぎてる。マジか。じゃあドンキーの樽でさ、なんとか行くしかない。決闘手袋買うね、みんな。そんな決闘したいの、私と。どうせ私でしょ毎回決闘は。ということでミニゲームでございますが、うわ、ちょっとやばいことになってる。マジでやばいことになってるよこれ。はい、4人でミニゲーム。いや、なんでもいいけど初めてのやつがいいですね。ライトウェーブバトル、なんですかそれは。ライトウェーブ、はい、ライトウェーブバトル。ウェーブを避け、いてえな、最後まで生き残りましょう。ヒップドロップでウェーブを出してライバルを攻撃できます。ウェーブを避けるにはジャンプ、あ、さっきのあれだ、ビンタのウェーブバージョンね。オッケーオッケーオッケー、あー楽勝ですね。あのさっきのビンタとルールはほぼ一緒でございます。これも待ちじゃねえか基本的に。まあ、最初はヒップドロップで出すけれど、これ避け、あーマジか、ちょっと待てよ、これ避けんの結構大変だな、避けんのも大変だな。ただ、あぶね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 。これタイミングずらし大事。オッケー、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 オッケー。なんもしてねえ。勝手にやられてってくれたわ。ピーチとロゼッタとクッパジュニアが。ということで、勝ってるよ。ミニゲームはめっちゃ勝ってる。一回だけ負けたのは。よし、これで9ターン目終了。ラストターンなんだけど、今さ、1位ではあるものの、スターの数がピーチと並んでるじゃん。これが良くない。マジで良くない。ピーチ。ピーチをなんとかしないといけないな。誰かピーチから奪ってくんねえか、スター。いや、奪ってくんねえだろうな。はい、まあまあまあ、クッパジュニアはただただ進むだけ。土管も使わないのか、使ってよかったと思うけどね。決闘手袋使うけ、おい、決闘し、また私だ。おい、スターかけようぜ、スター、スターかけようぜ、ピーチな。あ、うわー、もう分かったよ、バシンって叩かないで。デュエルミニゲーム、何コインかけますかピーチさん。全部かけようぜ、全部。もう、なんか、10コイン程度でさ、決闘申し込んでこないでよ。ねえ、決闘するなら、ちゃんとコインかけてくんねえか。全財産。まあいいけどさ。はい、今回は何でしょうか。ビー玉レース。ビー玉をかき分けて進みましょう。パンチで邪魔もできます。あー、なるほどね。まあ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 、これパンチ当てると、あー結構いいね。パンチ、あー、オッケー。わかりました。ちょっとむずいな。待って、これさ、もうパンチとか使わなくていいと思う。ひたすら前でしょ。ひたすら前だ。もう、ひたすら直線。待て待て待て。あ、思ってる、思ってる、これ、かき分ける必要があるな。思ってる、かき分ける必要あるね。思って、いってお前、一国の姫。おい、ちょ、待って。ちょ、手あげんな、お前。いいぞ、いいぞ、いいぞ。マリオ、ナイス。ダメだ、先に手出しちゃダメなのよ。本当に。ダメダメ、パンチとか。野蛮だから。ね、スーパーマリオ64ではね、マリオもパンチキックしますけども、ダメよ、そんなあのおしとやかなさ、ピーチ姫がマリオに手出したら。ということで、はい、20コインゲット。たださ、だからって感じなんだよなこれ。いや大丈夫か、ここで金の土管を買われるとかはありえないから。うわ、ブネスターまで行かれるとこだったんか今。怖すぎだろ。うーわー、これマジか。これせめてさ、ジャンボリフレンドじゃね、ジャンボリフレンドを8で取りに行って、いやでもな、別に取りに行ったってどうしようもないっちゃどうしようもないよな。これあえてのクッパマスとかどう？
いや後ろなんすよ。ただぴったりサイコロできるから、やっぱこれどこのマスに止まるか重要だな。アイテム、巨大花ちゃんも意味ないし、ラッキーマスったってな、コインがもらえるだけでしょう。とりあえずじゃあジャンボリフレンドを仲間にしながら上行くか。そうですね、巨大花ちゃんとお菓子の森、9で上かな。ちょっとそれにしましょう。アイテムでぴったりサイコロいきますよ。ここで9を出します。サイコロで9、5じゃなくて6789、 OK。 てかよく考えたらこのサイコロって6面しかないのに10まで出るんだ。まあまあまあ細かいこと気にしちゃいけませんね。はい、これで来たジャンボリフレンド、ドンキーコング、うほうほほ、待ってたぜ、5コインやるぞ。5コインやるだけ？仲間にはなってくんないの？では、あー、仲間になるのか。はい、誰の仲間になるのか決めるチャレンジミニゲームを始めましょうと。でも私がちょっと有利なんだよね、確かね。私が有利な状態でできると聞きましたが、このミニゲームには全員で挑戦してもらいます。勝てばドンキーコングさんを仲間にできますと。なお、直接会いに来たマリオさんは一人だけ有利な状態からゲームをスタートできます。ドンキーコングさんが仲間になったらこんなお手伝いをしてくれるそうです。まあさっき聞きましたね。まあ言うてももう意味ないな、ラストターンだからね。スターも一度に2つでございますが、特にこれも意味はないでしょう。ということで今から、おーと、 DK のグルーブコンガ、何ですかそれは。グルーブコンガ、ちょっと待って、全然説明は、ルール説明がないよ。ちょ、ドンキーコンガは分かったんだけど、ルール説明してくんね。はい、叩く。どうやって叩くの。おお、同じように叩けってこと。全然分かってない。ああ、びっくりした。ちゃんと説明入るよね。ということで、やりたいところでもありますが、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。じゃあ次回は DK のグルーブコンガをやって、なんとか結果発表で1位を取るところを皆さんにお見せしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、ボーナススター、こえー。